こんんばはポンタロウです今日は1月の使い切りコスメを紹介していきますそれではどうぞ <music> はい早速1つ目はこちらはいこちらはロート C キューブのモイスクッションですでこれいつももう使い切ってるものなんですけどコンタクトの装着液もう毎回 <laughs> 紹介しててもう説明ほんといらないと思うんですけどやっぱりこれをねつけてると 本当に潤いが続くので、やっぱりこれがないとコンタクトはね、私はもう使えないなと思うので、これはもうずーっとリピしているものですね。そしてこちら。はい、こちらはバリアリペアのナノショットブースター 75ml の原品を使い切りました。こちらブースターなので導入美容液なんですけども、乳液のようなしっとり感のあるブースターだったんですね。で、 次に使うアイテムの吸収浸透が良くなったかって言われるとあんまりよくわからなかったんですけどもまあしっとりするのでね全然この冬場に使うのにいいのかなって思いましたでこれもう一本あるのでまたね今度使っていきたいなって思いますそしてこちらはいこちらはアンレーベルラボのビタミン C 誘導体配合エッセンスということでこれ一時 ね、どこにも売ってなかったんですけど私はねドラッグストアで手に入れて使ってたんですけどこれめちゃくちゃ浸透がねすごくてもうグイグイなくなっていく吸い取られていく感じがしましたでビタミン C 系はやっぱりピリピリ感がするんですけどこれもねバッチリしましたでもそのピリピリ感がね毎回あるわけでもないので肌の調子によって出たり出なかったりするのかなって思います で、お値段もね、2000円くらいなので、リピしやすいのですごくいいなって思いました。そしてこちら。はい、こちら残ってるように見えるんですけども、出てこないので使い切りなんですけども、ピコモンテのビューティフルコンシーラー、ライトオークルを使い切りました。で、これはまあコンシーラーでカバー力はまあまあでしたね。がっつりカバーされるわけでもなく、まあ、クマ熊とかちょっと まあカバー軽くカバーできる感じですかねねえー、崩れはそんな感じなかったんですけどちょっと乾燥したかなって思いましたねなのでこれはリピはないんですけど、まあ、ナチュラルメイクでいい方とかは全然これでいいんじゃないかなって思いますそしてこちらはいこちらはサナエクセルのスキンティントセラム の01番を使い切りました 35g の原品ですね。こちらはファンデーションなんですけども、SPF28 の PA2 プラスで、まあ日焼け止めも一応できるアイテムなんですけども、これね、めちゃくちゃ気に入りました、私。カバー力もあって、ツヤ感もね、ほどよく出てくれるリキッドファンデーションだったんですけども、崩れ方もね、全然汚くないんですよ。 で、ここ最近使ったファンデーションで一番好きですね。なので、今使ってるファンデーションがなくなったらね、これをね、また買いたいと思います。すごく良かったので。冬も夏も全然使えるので、はい、こちらおすすめですね。そしてこちら。はい、こちらはミノアミノモイストのプルプルしっとり肌マスクということで、フェイスパックですね。 4枚入りを使い切りましたこれは有名なパックなんですけども薄めのマスクで美容液はジェルタイプで液だれのしないタイプでしたでベタベタしないし肌がねしっとりふっくらなる感じがすごかったですねもうこのパックは本当にいいこれのね緑色のタイプもすごい好きなんですけどやっぱりこっちもねほんとしっとりするので,で刺激も全然なくて 私が嫌いな液だれもしないっていうところがね、一番良かったなと思います。そしてこちら。はい、こちらは滑らか本舗の豆乳イソフラボンの薬用純白ジェル美容液マスクですね。5枚入りのものを使い切りました。これもジェルタイプのマスクで、メッシュ感のある、つきやすいマスクでした。で、やっぱりジェルタイプなので液だれがしないのがすごく良かったです。 でこれを使ったすぐあとはなんとなくね肌のトーンアップができたような気がするのでやっぱり美白成分が入っているんだなって思いましたでなじませると少しベタベタ感はあるんですけどまあそんなに気にならず使えたのでこれもねまた使いたいなと思います夏とかにね使うのもいいのかなって思います 続きましてこちらはいこちらは菊正宗の日本酒のフェイスマスクですね7枚入りのものを使い切りましたでこちらはマスク自体は薄くてなんとなくね形が密着しにくい形だったんですよね私の顔にはで目とか鼻とかがつながってるタイプでつけるのがちょっと面倒だったパックですねで香りが 日本酒お酒の香りがするんですけど、まあこれ苦手な方もいらっしゃるとは思うんですけど、私はあんまり気にならなく使うことができました。で、このねパック、麺に美容液が入ると結構痛かったので、そこはね気をつけないとなって思いました。まあ、肌がね潤った感じはするので、やっぱりお酒の力なんでしょうね。うん。ただその目に入ったら痛いとか、そういうのではまあ、 うんリピはないかなって思いいますはい、次で最後なんですけどもそれがこちらはいこちらベネフィークのコットンですねベネフィークのダブルフェイスコットンですねこの絵のように表と裏がね使い方が分け入れるコットンになってましてブルーの面が拭き取り用のコットンホワイトの面が パッティングとかするときに使える面って感じで、私は基本的にブルーの面で拭き取りをしてました。で、これね、肌触りがすごく良くて、しっかりしてて、毛羽立ちもなくて、拭き取りには最高のコットンでしたね。コットンの毛がね、顔につくのが本当に嫌いなので、これはすごくいいなと思いました。値段も多分700円か800円ぐらいで、180枚入ってたので、 うん、またリピしたいなって思います。はい。という感じで使い切りコスメは以上になります。割と今回はパックがね、紹介できたので良かったのかなと思います。まあ、この中で一番おすすめなのはこのファンデーションですね。ぜひね、使ってほしいです。多分、2000円ちょっとぐらいで買えるんじゃないかな。値段の、あ、ここに書いてた。2000円で買えますね。うん。だからこれ、すごくおすすめです。 はい。一応今回ね、紹介したものは概要に書いておきたいと思いますので、よろしければご覧ください。今回も最後までご覧いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いいたしましょう。バイバーイ。